DJ ミカ。さあ、DJ ミカです。今日もミカチューンをお届けしたいと思います。まずはヒップホップから3曲、そして R&B やポップスなどメインストリームを3曲おすすめお届けしたいと思います。まずはヒップホップ1曲目、ザ・スカート、トラビス・スコット、キッド・カディです。トラビス・スコットがバーチャルライブを行ったゲーム、フォートナイト。こちらで新曲、ザ・スカートのプレミアがあったんですけれども、新曲がプレミアされたこちらのイベント初日には、自身も IG ライブでストリームを行うなど、テンションガチ上がりでした。ちなみに、ザ・スコート、トラビス・スコットとキッド・カディの本名がスコット、トゥ・スコッツ、コラボレーションです。2曲目は、That's a Fact、フレンチ・モンタナです。フレンチ・モンタナが Twitter で、ケンドリック・ラマーよりヒッツがある、ということをつぶやき、ヤングタグがシューピーと反応したのが始まりでした。フレンチ・モンタナもミュージックビデオ、ノースタイリストにスカートを履いてくれてありがとう、とヤングタグにコメントして、しばしばヒートアップしていた2人でしたが、先日、ファットジョーの IG ライブに出演したフレンチ・モンタナ、ビーフはないと宣言して、こちらのビーフは終了したと思われます。私はフレンチ・モンタナもケンドリック・ラマーも両方好きなんですけど、ケンドリック・ラマーはランキングとかで1位になったりしてて、全米で知られてるクラブバンガーもあるアーティスト。だけどフレンチ・モンタナってランキングには入ってなくても、こう、クラブで超盛り上がるクラブバンガーがたくさんあるアーティストだと思います。だけどお互いテイストが違うので、ちょっと比べるのは難しいよね。3曲目はファビオ・フォーレイン。デモンズ・エンド・ゴブリンスです。EP 800BC もアウトしてます。ブルックリンドリルミュージックラバーズはマストハブのアルバムです。ファビオ・フォーレインは先日 IG ライブでフレンチ・モンタナはドリルミュージックを今回のシングルで使ってるけど、ドリルアーティストをサポートしていない的に発言。ちなみにファビオ・フォーレインはこのことをビーフではないと言ってます。ファビオの言うフレンチのシングル、2曲目に紹介した That's a Fact です。ミュージックビデオにはファビオ・フォーレインの仲間であり、同じブルックリン出身のミスター・スワイピーが出演してます。ミスター・スワイピーはフレンチ・モンタナのコークボーイズに入隊したっぽいです。はーん。ということで、ヒップホップおすすめ3曲でした。続いてはメインストリーム。まずは1曲目、Wake Up Dead、T-Pain Featuring Chris Brown です。大ヒットシングル、Chris Brown の Kiss Kiss。など、いくつかの曲をリリースしている T-Pain とクリス・ブラウンのタッグが帰ってきました。アルバムのリリースを控えている T-Pain、懐かしさも感じる、やや衝撃的な、このシングルのジャケット。こちらも合わせてチェックしてみてください。2曲目は、The 1975、If You Are Too Shy, Let Me Know です。アルバム、Notes on a Conditional Form、アウトしてます。3曲目は、House Party。New Kids on the Block Featuring Boys to Men Big Freelia Naughty by Nature and Jordan Sparks です。ミュージックビデオもアーティストの自宅で撮られてるそうです。ぜひチェックしてみてください。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そして読者登録もぜひぜひよろしくお願いします。そしてインスタグラム @djmikanic、 こちらヒップホップニュース随時配信してますので、よければこちらもフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。